どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JCB カードを Apple Store などで利用すると最大 20% 還元キャンペーンがやっておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、動画のコミュニティ欄っていうところで今回のこのキャンペーンね、発信させていただいたんですけども、動画ねリクエストいただきましたので今回ね作らせていただきました。今回のねこのキャンペーンはですね、 Mac とか iPhone とか iPad とかね Apple 製品を利用されている方はかなりねおすすめのキャンペーンっていう風になりますんで、 Apple 系の端末ね使っている、今後も使い続けるっていう方はですね、キャンペーンねフル参加していいんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひね気になる方は最後までねご覧いただければなと思います。ということでキャンペーンのね詳細いきましょう。公式サイトねこういった形になっておりまして、 Apple Store なので JCB カードを利用すると最大 20% キャッシュバックということで、キャンペーン期間がですね、2022年の12月の16日から2023年の1月の15日までエントリー必須っていった形になります。で、期間も同様で12月16日から2023年1月15日までで、今回のキャンペーンの特典が 20% キャッシュバックっていう風になりますんで、 20% キャッシュバックで上限がね1000円に設定されておりますので、対象支払い金額は5000円を利用すると1000円がね返ってくるキャンペーンっていう風になります。で、特典の付与がですね、2023年の5月下旬頃順次ということで、またねこちらカード会社によってね異なるっていう風になりますんで、まあ一律ではねなさそうなところはご注意ください。で、今回のキャンペーンなんですけども、カードごとにねエントリーができて、まあエントリーができれば利用できるみたいな、そんな感じになっておりまして、複数枚持っている方は対象カードを持ってれば持ってるほどですね、このキャンペーン利用することができて、まあ、5000円利用すればですね1000円のねキャッシュバックが受けられるっていった感じになるんですよね。で、オリエントコーポレーションのクレジットカードはですね、当月に利用がない限り特定口座の振り込みになります。で、これね振り込み手数料がねお客様負担になるそうですね。で、ジャックスカードの場合は J デポでプレゼント、またねポケットカード、ファミマ T カード、か T カードプラスとかね、まあ、そこら辺のカードはTポイントでね付与っていった感じになりますんで、まあ、今回ね全体のキャンペーンとしては 20% キャッシュバックのねキャンペーンなんですけども、カードによっては、まあ、お金で返ってこないねところもあるっていった感じになるんですよね。まあ、この点はね注意していただきたいなと思うんですけども、今回のキャンペーンはカードごとにですねキャンペーン乗れるっていう風になっておりまして、こちらねちょっと公式サイトをまとめたやつなんですけども、対象のカードはですねこんな感じになってるんですよね。非常に種類がありますんで、まあ、ここでね調べるの結構大変だと思いますんで、これねエントリーが必須になっているんで、この JCB のカードをひとまず持っている方はですね、公式サイトはこちらになるんですけども、エントリー画面でクレジットカードの番号を入れるんですよね。で、これでエントリーが受付できれば使えるみたいな、まあ、そういった感じでね、まあ、エントリーができるかできないかでね判断していただくのがね簡単なのではないのかなと思います。で、今回のキャンペーンですね、何がそんなにおすすめなのかっていう話なんですけども、支払い先がですね Apple のメディアサービスの対象の支払い先であれば、今回のキャンペーンね5000円使ったら1000円返ってくるキャンペーンに乗れるって言った感じになるんですよね。で、この支払い方法はですね、 Apple Store、 Apple Arcade、 Books、 Music、 One、Podcast、 Podcast Subscription、 Apple TV、 Apple TV Plus、 Apple TV Channel、 ゲームセンター、 iTunes、 iCloud ストレージ、アップルアカウントにチャージということで、これね注目すべきはアップルアカウントにチャージが今回のキャンペーン対象っていった感じになるんですよね。ということなんで、スマホの、アップル ID に JCB からチャージしていただければ、今回のキャンペーンねカードごとに5000円チャージすれば、まあ、1000円がね返ってくるキャンペーンに乗れるっていった感じになるんですよね。で、このアップル ID のチャージされたこの残高っていうのは、今後のですねアップル製品を購入しようと思った場合に、これねそのまま利用することができるっていう風になりますんで、ですんで今後ね iPad、 Mac、 iPhone とかね購入、まあ、いつかねどんどん新しいのが出ていけば、まあ、いつかね購入するって決まっている方はですね、もうできるだけね対象のクレジットカードを探していただいて5000円チャージしていただければ、まあ 20% ね割引で購入できるっていう風になりますし、またねカードごとにねこれ受けられるっていう風になりますんで、これはねめちゃくちゃいいキャンペーンですよね。ですので今回ねこのキャンペーンねめちゃくちゃいいですよって私言わせていただいてるんですけども、もしね今後購入される予定のある方はですね、ぜひね参加していただければなと思います。
それでは実際にねエントリーとチャージをねやっていきたいなと思うんですけども、まずねここにスマートフォンのね画面出しておきますんで、これがね今回のキャンペーンの参加フォームっていう風になっておりますので、ここでですねお客様のお客様情報を入力ということで、カード番号とまあキャンペーンのアンケート、あとは E メールとかねそういうのを入れてこの確認画面にね行っていただくわけなんですけども、まあ今回ね JCB の国際ブランドのクレジットカードをねっていう風になりますんで、どうちょっと見やすい安いやつがあるかな、まあちょっとね、はい、これはビューカードゴールドですけども、まあ、ここにね JCB のブランドのカードですね、でこれを、試していただいて、まあ、エントリーができれば対象みたいな、まあ、そういった感じでね認識していただければなと思います。今回私はですね、みんなの銀行のデビットカード、こちらでね利用していきたいなと思います。で今回のキャンペーンね、あのクレジットカードも対象ですけども、デビットカードも対象っていう風になりますんで、残念ながらねプリペイドカードは対象外なんですけども、このみんなの銀行のねデビットカードもこちら利用することができますので、まあ5000利用あのエントリーしてチャージすればね5000利用すれば1000返ってくるみたいな、まあ、そういった感じになります。またねみんなの銀行はですね今ねずっとやっておりますけども、口座開設ねするだけで1000円もらえるっていう風になりますんで、このキャンペーンのね内容は概要欄に載せておきますんで、気になる方はねぜひねチェックしていただければなと思います。ではエントリーしていきましょう。ではねこの画面で Apple Store なので JCB カードを利用すると最大 20% キャッシュバックということで、ここにね番号を入れていきます。そうするとね、参加内容確認ということで確認画面が入ります。では下の方に行って登録をするを押しましょう。これでねキャンペーンの参加完了ということで、これでエントリーがね完了したっていった形になります。それでは次にねチャージしていきましょう。で今回のキャンペーンは、まあ、私はねこの Apple ID にチャージがね一番簡単なのでこれでやらせていただきますので、まずねApple ID にねクレジットカードをね登録していきます。まあデビットカードですけどね、みんなの銀行は。ではまず設定を開いていただいて、自分のお名前の方をねクリックしていただきます。そうすると、支払い方法と配送先っていうのがありますんで、ここをクリックします。でここにね Apple ID っていうのがあって、その下にねビザのが出てると思うんですけども、ここにね支払い方法を追加していきましょう。でここでねクレジットカードの番号を入れます。入れ終わったら、完了をね押します。そうするとですね、こういった形で、Apple ID の方にね、みんなの銀行のデビットカードがね登録されました。でここで注意事項なんですけども、今私の方でね並んでるのが Apple ID、JCB カード、ビザカードっていう風に並んでると思うんですけども、これ登録してるクレジットカード、まあ、支払い方法がね、一覧で出てるわけなんですけども、この Apple ID の下にですね今 JCB カードがありますよね。この状態で利用していただきたいんですよね。これが順番が前後してる Apple ID、Visa、JCB みたいな感じで並んでいるとですね、 Apple アカウントにねあのチャージした時にですね Visa カードが使われてしまいますので、これはね注意していただきたいなと思います。まあ、もしね可能であればですね、ここね消していただくのがね一番安全だと思うんですけども、まあ、そうもいかない方もねいらっしゃるかななんていうふうに思いますので、この Apple ID、JCB カードって並んでることだけはですね確実にチェックして、あのアップルアカウントチャージねしていただければなと思います。ではねちょっと私はあのビビリなんでねビザの方ね消しました。それでは次にねチャージしていきたいなと思うんですけども、 APP ストアをね押します。そうするとですね右上に自分のアイコンがあると思いますんで、ここをねタップいたします。そうするとですねアカウントにチャージっていうのがね下の方にあると思いますので、ここを押します。そうするとですねこちらにねアカウントチャージのね画面がございますので、ここでね今回のキャンペーン5000使うと、まあ、1000円 20% キャッシュバックキャンペーンなので5000を選択いたします。でこれでですねアカウントチャージサイドボタンをねダブルクリックしていただいて、アップルアカウントにね5000円のチャージが完了したっていった形になります。まあこういった感じでね利用していただければなと思います。アップル ID にねチャージする際にカードの順番だけね注意していただいて、他のねクレジットカードであのチャージねしないようにこれだけ注意してください。これね一回チャージしてしまうと取り消したりね多分できないと思いますので、他のカードでやってしまうとねただチャージしただけっていう風になりますんで、この点はね注意していただければなと思います。ということで今回ですね JCB カードで Apple Store などで利用すると 20% キャッシュバックキャンペーンをね解説させていただきました。こちらですね対象カードがねかなりあるそうなので、ぜひね JCB のカードねいろいろ保有されている方はですねエントリーできるかやっていただいて、エントリーできたカードに関してはですね全力で
Apple ID にねチャージしていただくのがねいいのではないのかなと思います。この Apple製品っていうのは基本的にね割引で購入することって最近ね Amazon のセールとかにはね出てくるようになりましたけども、まあ、基本的にね 20% 還元で購入できることなんてまあまあないですからね。それがね今回 20% キャッシュバックで購入できるっていう風になりますんで、来年ね iPhone 購入検討されている方結構いらっしゃると思うんですよね。私もねこの今ライトニングケーブルですけども、これがね USB Type-C になるんじゃないかっていう風に言われていて、まあ、私もねUSB Type-C になったら購入したいなっていうふうに思っておりますんで、できるだけの JCB カード探してねチャージしていきたいなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。